皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本が30年ぶりに日本の海域において海底油田、海底ガス田の開発に取り組もうとしています。このニュースは非常に素晴らしいものなのですが、時間軸としてはまだ10年ぐらいは年月がかかるものです。ところがこのニュースに関連して、日本が日本海で天然ガスやもしくは海底油田を採掘するのであれば、その領有権などについても確認したいと言い出してきた国があります。それが韓国です。今回のニュースでは一体なぜそのようなことになっているのか、そのあたりどのような動きが起こっているのかを見ていこうと思います。それでは日本の資源開発に韓国はどのような邪魔をしようとしているのか、関連ニュースを見ていきましょう。国内海洋ガス田30年ぶり新規開発へ、島根山口沖令和14年生産開始目指す。石油天然ガス開発の国内最大手であるインペックスは17日3月から島根山口沖で石油天然ガス田開発の前段階となる地掘を指す炭鉱事業を始めると発表した。炭鉱や開発の成功が前提となるが、国内の海洋油ガス田としては約30年ぶりの新規案件となる。現在世界規模で原油や液化天然ガスなどエネルギー価格が高騰する中、天然ガスの国内自給率増加に貢献するだけでなく、自国で少量でもエネルギー生産できることは経済安全保障上の観点からも重要と言える。今後商業化できる埋蔵量が確認されれば、令和14年をめどに生産を開始できる見込みだ。石油ガス田の参考を行う場所は、島根県浜田市から沖合約130キロ、山口県萩市から沖合約150キロ、水深約240メートルに位置し、生産開始以降はパイプラインで供給する計画。年間のガス生産量は国内天然ガス消費量の 1.2% に相当する約93万トン。天然ガスを実際に生産できれば、国内自給率を現状から 1.1 ポイント増加させる 3.4% へ押し上げることになる。国内の海洋における天然ガスの炭鉱はこれまでも各地で行ってきたが、実現は難しく、商業化できているのは平成2年から生産する新潟県岩船沖のみとなっているのが現状。今回開発する地点では、23年度に行った3次元物理探査船資源による探査やインペックスによる調査結果などを踏まえ、26年度から3年間経済産業省の委託事業として掘削調査を実施、天然ガスの存在確認に成功していた。日本は石油天然ガスのほぼ全量を輸入に頼っているのが現状だ。ただエネルギーの安定供給の必要などもあり、昨年10月に閣議決定したエネルギー基本計画では、国内生産や日本企業が海外で権益を持つ事業を含めた自主開発比率、現状では 34.7% を12年に 50% 以上、22年に 60% 以上まで引き上げる目標を掲げており、今回の開発も貢献することになる。脱炭素に向け、化石燃料である天然ガスの需要が減少するとの見方もあるが、燃焼時に CO2 を排出せず、今後多くの活用が見込まれる水素は天然ガスから製造できることから、水素の国産化にも貢献できると期待される。ここまでの記事であれば、日本海において天然ガスやもしくは石油が取れるという話なので、時間はかかろうとも非常に良い話です。しかし残念ながら、このような動きに対して待ったをかける、もしくは障害となろうとしている国があります。韓国側のニュース。日本政府、日本海ガス田開発EEZ 確認、座標提供拒否。日本政府が、日本企業が日本海で進行する石油天然ガス開発と関連して、韓国の排他的経済水域 EEZ 侵犯の可否を確認するために、韓国政府が要求した座標確認を拒否したことが19日分かった。地掘位置は島根県浜田市から約130キロ、山口県萩市から約150キロ離れた時点で、水深は約240メートルだ。この位置は韓国側から見れば約150から160キロの地点だ。日本海には韓国と日本がそれぞれ主張する EEZ が重なる地域が存在する。現在韓日間には EEZ 海上境界を画定する協定が締結されていない状況だ。駐日韓国大使館はこれに伴い、18日の掘掘拠点が韓国 EEZ 内に含まれることを確認されるために、日本の外務省に正確な座標を要求した。日本政府は続いて18日午後、企業活動と関連した事案であり、具体的な座標を提供できないという立場を伝えた。日本政府はただ、ガス田開発拠点が韓日大陸棚北部協定上、日本側に該当する海域であり、韓国が主張する EEZ に属さない海域という趣旨を説明したと伝えた。日本側はこれまで10年間程度の長い時間をかけて、どこに資源があるかというのを探してきました。
その結果としてこの地域においては商業化につながるだけの量があるという見込みが立ったので、いよいよ本格的な開発に乗り出そうとしているわけです。ですから韓国側が今回の件をもってして、さあ一体どこにあるんだ、座標をよこせという話をしてきたのは、そもそも非常に虫のいい話です。なぜならばこれまでもずっと探してきたのはあくまでも日本側の話ですし、また日本側の船がこうした探索をし続けていたのもあくまでも日本の知見の及ぶ範囲で行っていることであり、決して韓国の領海やもしくは EEZ を侵犯するような形で探索を行っていたわけではありません。にもかかわらず韓国側が自分たちの EEZ 内に今回のガス田があるかもしれないから座標をよこせというのは、この海域にも自分たちの支配権が及ぶんだよみたいな話を日本側に突きつけようとしている私は前段階ではないかなと思います。というのも竹島の例も明らかですが、基本的に韓国側としては日本に対しては強く当たれば日本側が折れるだろうという、残念ながらそのような前例があったこともあり、この大陸棚協定も含めて基本的には自国の権利主張というものがやたらと強く出てきます。ですから今回の動きというのは、韓国側が主張している話というのは基本的に海底ガス田の位置などが分かれば、その海域を含めて自分たちにとって都合のいい大陸棚協定を日本側に求めるよということを案に示していると考えた方が良いでしょう。という具合に基本的に韓国側の狙いというのは非常に不純なものが考えられるわけですが、少なくとも今回の件において日本側の政府対応というのは全く悪い点はありません。そもそも調査段階において韓国側の領域に踏み入ることは日本側の姿勢から考えるとあまり考えられず、かなり安全な領域において探索を続けていたはずです。ですからあくまでも日本側の領域においてこの開発を進めるという姿勢を示したことは当然のことだと言えます。ただし逆に言えば、そのように日本側に非がない状態であったとしても、韓国はそのようなことを一切考慮せず基本的に開発を邪魔しにかかってくるかもしれません。一方的に自分たちの経済的開発区域というものを一方的な宣言で作ってしまうかもしれないのです。本来であれば両国の合意といったものがなければそのような話というのは成り立たないわけですが、そのような強硬手段に韓国側が打って出る可能性というのもなきにしもあらずということはちょっと覚えておいた方が良いでしょう。また今回の件は日本海側における話として出てきたわけですが、この大陸棚協定というのは北部地域と南部地域とに分かれていて、南部側が九州の西方または沖縄の北方のこの海域においてもやはり海底油田や海底ガス田があるだろうという見込みが立っています。ですからこの海域においても韓国側は自分たちの開発区域をやたらと広く取ろうとしており、日本側がこのような動きに対して毅然として拒否する必要があります。というのもこの海域の近くなのですが、中国側との境界においては問題がすでに発生しているからです。中国側は自分たちの開発を積極的に進めており、日本側の海域からも天然ガスや海底油田といったもののその資源を吸い取っているのではないかといったことがずっと前から言われているからです。またこのような海底資源というのはそれこそ尖閣諸島周辺で中国船が狙ってくるその原因の一つでもありますから、いかにして日本の権益を守っていくかというのは今後も非常に重要なのです。特に資源のない日本にとっては海底資源というのはこれからの日本を救う大いなるお宝です。現在ではまだまだ油やガスといったものが主体ですが、今後は鉱物資源の開発やもしくはメタンハイドレートなど、今はまだ商業化の目処が立っていないものであっても、今後はまだまだ技術開発のレベルを上げることによって日本が資源大国になる道というのも存在するのです。それだけに今回のような韓国側がこれから邪魔してくるぞみたいな雰囲気が出ている状態において、日本側がどれだけ韓国側の主張というものを知り受けることができるかどうか、今後のニュースを見守っていく必要があると私は思います。皆さん、今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。